皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はいやもう暑いですね、本当に。最近もう前は30度超えて、いや暑い時にはやっぱアイスですよね。で今回 Twitter、TikTok、 なんとニュースでも出てた伸びるアイスを作っちゃいたいと思います。いや作り方はちょっと私ドン引きしちゃったんですけど、まあ全然その味にならないみたいなので、うまくできるかどうかわからないんですけど、スーパーカップで作っちゃいます。用意するものはまずアイス、もう何でもいいです、アイスなら。私はスーパーカップ用意したんですけど、まあアイスと納豆です。いやドン引きしましたか、私これ見た時本当に。でもまあめちゃくちゃ美味しいみたいなのでやってみます。であと容器と混ぜるものです。はい、じゃあ早速、めっちゃ簡単です。まず納豆を開けます。納豆、もう匂いが納豆ですね、やっぱりね、当たり前か。はい、めっちゃ伸びるね納豆も。私納豆あんまりなんかね、たまに食べると美味しいんですよ、わかります？毎日食べれないんです、飽きちゃう。そうで、私一番ちょっとびっくりしたのは、ちょっと納豆の匂い残るんじゃないのと思った。お箸でやりますね。まず容器に納豆を入れる。はい、こんな感じで納豆を入れたので、これを思いっきり混ぜるだけ。はい、もうめっちゃ混ぜますよ。このネバネバ感すごいですね。私納豆普通に好き、なんか食べたくなっちゃった、普通にご飯と一緒に。待って、めっちゃ食べたくなっちゃったんだけど。はい、もうネバネバですね、すごい。なんか納豆好きだけど匂いが苦手っていう人結構いますよね。私匂いも別に普通です。でもあのアイスとその匂いはちょっと想像つかないですね。もういいんじゃない。そしたらこの納豆をまたこの容器に戻します。残さずね、ちゃんと。ちょ、アイスに入ってたら嫌だから。はい、オッケー。このねネバネバ取るのめんどくさいよね。はい、じゃあ次はこのネバネバが残った容器の中にアイスをぶち込みます。普通に食べたいんだけど。でも伸びるアイスね、すごい。なんかトルコアイスに似てるって。どんくらい入れればいいんだろう。全部はダメだよね。じゃあまあだいたいちょっとこんくらい入れます。そしたらこれを混ぜる、ずっと。え、やば、めっちゃネバネバじゃん。やば、すごいすごい。え、やばいやばい、めっちゃいい感じになってきてる。ちょっとだけね、混ぜてちょっとだけネバネバ感残ってるだけなのにこんななった。じゃあどんどん混ぜます。手冷た。はい、できた。これでもう OK です。はい、じゃあ伸ばしてみます。もう溶けてるんだけど、はあ、あんま伸びない。もう溶けてるからかな。もうちょいアイス追加して冷凍庫に入れときます。まあネバネバなんですけど溶けてる。じゃあ10分くらいでちょっと冷蔵庫に休ませてあげます。もう溶けちゃったもん。はい、もうね10分経ったので取り出してきました。さて伸びるのでしょうか。あ、でももうね我慢できずにすっからかんです、全部食べました。はい、じゃあ伸ばしてみましょう。待って、豆入ってんだけど。はい、せーの、ビヨーン。あんまり伸びないな。ビヨーン、お、あ、伸びた、ちょっと伸びた、ちょっとだけ伸びた。また伸びる伸びる、ゆっくりやれば伸びる。伸びないよ。あ、伸びた伸びた伸びた、お、すごい伸びた伸びた。いや、まあまあですね。で、匂いはどうなんだろう。あ、全然バニラの匂いしかしない。味は、いただきます。ちょっと納豆の味する。ちょっとだけ納豆の味がします。なんかね、あの普通のアイスじゃなくて、なんかめっちゃねブヨブヨしてるみたいな、なんて言えばいいの、弾力があるみたいな、本当に粘ってるなみたいな感じ。まあなんかちょっと普通のアイスとは違いますね。でもまあ美味しいです。ちょっと納豆の味するんですけど、まあ美味しいです。結構伸びるし。でも TikTok で見てたのはもっと伸びてたんだよね。もうちょい納豆のあのネバネバを多くすればよかったかなと思います。はい、ということで今回
納豆を使って伸びるアイスを作ってみたんですけど、まあちょっとしか伸びなかったし、ちょっと納豆の味もしたんですけど、まあ楽しかったんでいいです。これはちゃんと食べます。まあまたねリベンジできたらいいなって思ってます。で誰か作った方いたらコメントでどうなったか教えてください。はい、ということでこの動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。リキチャンネルでした。バイバーイ。